十字架巨栄祭りの遺恨。15世紀に、ノブゴロドで描かれたもの。十字架巨栄祭とは、聖教会と、東方諸教会において祝われる祭りの一つであり、聖教会では十二大祭りの一つ。足と聖大帝、コンスタンティンの母である、聖大号エレナによって、エルサレムで、イースス・ハリストスが架けられた聖十字架が発見された、ことと、 十字架にまつわる所持を記念する祭りであり、9月27日に祝われる。9月14日に祝われるカトリック教会の十字架賞賛祝日に相当する。聖コンスタンティンと聖エレナバシーリー・サザノフによる19世紀の絵画。聖十字架を発見した母対合エレナと、その息子であり、皇帝であるコンスタンティンが描かれている。 十字架巨栄え祭りは四世紀の出来事を記憶する祭りである。以下、本校では、聖教会の伝承に基づいた内容を記す。参考文献と、日本聖教会の監修に従い、イエス・キリストをイースス・ハリストスと現代ギリシャ語、ロシア語に則っ,った転写で表記し、キリスト教をハリストス教と記載する。その他の人名の転写も、本記事では、 基本的に、日本正教会の監修に則ることとする。足と聖大帝、コンスタンティンの母である、聖大号エレナはかねてより、ハリストス教徒であったが、皇帝であり息子であるコンスタンティンが、ハリストス教を受ける決意を示したことに深く、感動した。この親子は、使とと同様の働きを宣教にあたって果たしたことを、評価され、足との称号が建て祀られている。 タイゴー・エレナは、救世主イスス・ハリストスが釘打たれた十字架を探し出そうと願い、総主教マカリーと共に長い間十字架を探した。年老いた一人のユダヤ人の案内で、ゴルゴファと呼ばれた場所が判明し、そこにあった異教の祠を壊して、地中を掘ると、三つの十字架が現れた。三百二十六年三月十九日のことだったという。 この三つの十字架のうち、一つは、旧聖主イースス・ハリストスがかけられたものであり、他の二つは、盗賊がかけられたものと推定されたが、どれが、旧聖主の十字架であるのかわからなかった。たまたま死者を葬るためにゴルゴファの傍らを通り過ぎる者がいた。宗主教は彼をとどめて、死者の棺の上に三つの十字架を持ってきさせた。 救世主の十字架が死者に触れると死者は直ちに復活し、病気の女に触れると直ちに全開したという。人々は大いに喜んでこの十字架を拝んだ。あまりに多くの人々がここに押し寄せたので、総主教は皆がこの十字架を拝むことができるように十字架を高く掲げた。人々は皆、腐拝し、感動して、主はれめよと叫んだ。 大豪エレナは十字架が発見された場所に、救世主の復活を記憶する聖堂を建設し、十字架を安置した。エレナは、その一部を取り、救世主の宝地の染みた釘と共に、コンスタンティノーポリーに持ち帰った。後代、その一部はロシアにももたらされている。614年、サーサーン・アサ・ペルシアのホスロー2世によって、シリア、パレスティナが征服された際、 聖十字架は持ち去られた。これに対し東ローマ帝国の皇帝イラクリーは622年から628年に、渡ってサンサーナサに申請を行い、首都クテシフォンにまで進行して、勝利を収め、聖十字架及びその他のエルサレムの宝物を、奪還した。皇帝は、エルサレムに宝物を返納に赴き、総主教ザハリアは就民を率いて、 エレオンさんのふもとに皇帝を出迎えた。この時皇帝は、金銀宝石で飾った衣を置き、定館をいただいて、エルサレムに入ろうとしていた。皇帝自ら十字架を肩に担い、まさに、ゴルゴファに至る縄文に入ろうした時、十字架が神の力によって止められ進むことができなくなった。人々にはその理由がわからず大変驚いた。この時ザハリアは、 雷のように輝く天使が、縄文に立つのを見た。天使を目撃したのは総主教、ザハリアのみであった。我らの主は今、あなたたちの持ってきたようにして、この十字架をここに持っては来ませんでした。と天使は言ったという。総主教ザハリアは皇帝に対し、陛下、我々のために貧困に甘んじ苦難を受けられた九首が、謙遜に己が肩に追われた十字架は、 華やかで、美しい衣を着ておうものではありません。と言った。皇帝がこれを聞いて、直ちに美帝官を脱いで祖服を着、冠を外して、裸足となって十字架を背負うと、障害なく十字架を聖堂に運ぶことができた。宗主教は、元通りに、聖十字架を聖堂内に安置し、人々は、主哀れめを取れんこした。この逸話は、 主の人愛はただ謙遜によって得られること。私たちが何事かを成すためには、まず光栄を主に返し、自ら誇ってはならないことを教えるものとして、聖教会に伝えられている。七世紀のこの出来事をきっかけとし、それまでほとんどエルサレムでのみ祝われていた十字架巨、栄祭りは、帝国全土で祝われるようになった。ヤロスラブリのグリーニキティンによる六百八十年のイコン。 トレチャコフ美術館所蔵。十字架を記憶するにあたって他の祭日とは異なる様々な習慣がある。十字架居栄祭りの前番頭の終盤に聖三宿分が歌われる中、十字架が聖堂の中央に運ばれて安置され、十字架居栄祭りの祭り期中、花などで周囲を飾られたまま中央に安置される。この間、真徒は方針例の時ごとに、 十字架に対して啓廃する。方針霊中に啓廃する際には、以下の聖歌が歌われる。主祭や、がトウ何時の十字架に復廃し、何時の聖なる復活を、三栄戦。祭日の聖歌府また、祭日の三詩は、以下の通りである。十字架巨栄祭りの他にも十字架後輩の手術や、各種の方針霊など、多くの場面で使われる。あるや、 何時の民を救い、何時の業に福を下し、我が国に幸いを与え、何時の十字架にて何時の住所を守りたまえ。祭日の聖火フロシア聖教会などにおける一部の大教会では、主教によって十字架を高く掲げ、上げ下ろしを伴う、方針礼が行われることがある。この際、主教は、東西南北の四方向に向けて十字架の上げ下ろしと、祝福を伴う。 同様の動作をゆっくりと繰り返し、英体は主教の動作に合わせて、主哀れみを数十回繰り返して歌う。十字架教栄祭りは祭日ではあるが、十字架の苦難を覚えるために行いを慎み食品の種類に制限を設ける時が行われる祭日でもある。経営が及び主祭の日と教会歴には記載されている。同様の 経イガ及び主催の日の記載がされている祭日としては、他にセングジュアライヨアン残守祭があり、これは、セングジュアライヨアンが残守された出来事を記憶する、ものである。スヴェルドロフスク州にある十字架巨栄大聖堂た、教派でも、同様の習慣を有する教派があるが、聖教会でも、聖堂、修道院に、ハリストス、聖人、祭日、聖書中の出来事を記憶して、 名をつける。十字架居栄祭もこうした、聖堂、修道院の命名の際に用いられる。著名な聖堂の中にもこの名を有するものもある。アルメニアにあっては十字架居栄祭と独立記念日が、同一であり、国の祝祭日である。十字架居栄祭はエチオピアでも、メスケルとして祝われ、国の祝祭日となっている。非、カルケドン派である。 アルメニア市と教会、エチオピア聖教会でも、十字架居栄祭りは、他の東方諸教会と同様に祝われている。本校では皇帝及び母校に限らず、人名と称号について、聖教会の教会歴上での故障と転写を基本的に用いる。これらについては括弧内で補足することとする。日本聖教会の祈祷書における、人名表記は、そのほとんどが、 中世ギリシャ語の発音が、覚悟日を落とした上で、教会スラブ語に転写されたものを、ロシア風の古典再建音による読みをカタカナで、音写したものに由来している。したがって、古典ギリシャ語の再建音を、ラテン語や、その他の西欧諸語を経由している。西方教会における慣例的な転写とは大きく、異なるものが多い。ありがとうございます。